はい、えー、こんにちは、トモイルです。え、今回はですね、イーサリアムですね、えー、見ていきたいと思います。 このチャンネルはですね、チャートの形成プロセスから今後の値動きを予想する動画を配信をしております。で、今までね、見てくださっている方はわかるとは思うんですけども、まあ、僕はですね、ファンダメンタルっていうのはあまりこうトレードにですね、入れていないというようなところで、基本的にはこのチャートの値動きっていうところから判断をしてトレードをするっていう形を使っていますので、まあ、ファンダっていうのはねあの、もちろんチェックはしているんですけども、それをこう今後の予想とかにそこまで生かすというようなことはしていないということはですね、ご了承いただければと思います。 と思っています、はい、で、えー、僕はというと、ですね今、ですね現在、ショートを仕掛けていたんですけども、ここのですね1500ドル付近のですね下限値のところで、反発を確認したところで、利益確定をしているというような状況です。ちょっと画像でねすいませんけれども、イーサリアム、USDT のショートですね、で参入、まあ、と、きな価格というところで、まあ、これですね、決済を終わらせているというようなところです。 でなんでショートで入ったのかっていうところと、まあ、イサリアですね今後の値動きのところの予想というところですね今回の動画では紹介をさせてもらえればと思っています。はいでえー、とまな、あ、ぜで,ですねまずショートで入ったのかっていうところをですね、これも前回の動画ではですねまあ、強気でいきますというようなお話をして、まあ、基本的には上目線でいたんですけれども、前回のね配信のところが大体この辺のところでした。 はい、でこの辺のところっていうのは平行チャンネルですね、えー、しかもちょっと上向きの平行チャンネルで、えー、まあ、下をですねしっかりとついたときっていうのも底固めっていうのができていて、反発っていうのも強いっていうところを見て、ですね上目線で考えて、えー、いました。で、えー、まあ、そのときですね、お話をしたのが、ちょっとですねこれも前回の動画からですね引っ張ってきたんですけども。えーまあ リスクとしてであるのが、この平行チャンネルの下下限値をですね、割る場合っていうのをですね、動画の中でお話をしています。ちょっと終盤の方だったのでね、あの、見てないよって方もいるかもしれないですけども、 まあこのように三々を作ってですね、平行チャンネルのネックラインというところですね、ここを割って下に行くっていう可能性っていうのをまあ十分考えておかないといけないよねという話をして、その通りになってしまったなというような形ですね、現在。で、その予兆っていうのは実はこの割る前からしっかりと出ていましたので、僕はですね、1600ドル付近のところからまあショートを入れて、 ンをしたというようよな状況ですで、まあ、前回の動画はです、ねまあ、強気でいくっていうのを見た,、えーまあ、見たいただいたと思うので、全然今回ねあの言ってることは違うんじゃないかっていうところで、まあ、そこは本当に申し訳ないところであるんですが、まあ、あくまでもですね動画の,あの配信してたのはこの時点での話で、その後、やっぱりチャートの形成、プロセスっていうのが変わりましたので、えー、そこのところをです、ね、ちょっと今日はああの別に言い訳をするわけではないんですけども、えー、お話をしておきたいなというふうに思っています。で えっと、まずですね、えー、一つ大きいところとしては三層形成、えー、ですね。三、え、層、ー、形成っていうのが、えー、っと、ここですね、えー。まあ、ここのところで三層、えー、を形成をして、で、ネックラインですね。この青いライン、ネックラインのところですね。えー、ここをですね、えー、きれいに下に抜け、えー、ました。 でこの辺のところで、ですねやはり上限をこうつけなくなっているというところで、最終的には三尊作ったというところで、おっと思ってちょっと怪しいなというところで、この辺のところから、ですねつばづけでショート入り始めたというようなところです。 で、えー、そうすると、ここ結構急力が走りまして、さらにですね、この平行チャンネルですね、この黄色い加減のところですね、えー、これも一回は反発を見せるんですがあ、結局は抜けてしまうというようなところを確認しましたので、さらにですね、このポジションというのを長く持って、この平行チャンネルのところの、さ、え、ら、ー、にですね、その下。 えー、1,500ドル付近のですね横軸ベースのこのラインというところですね。まあ、ここまでは持ってもよかろうかというようなところで、えー、ずっと持っておりました。で、この節目のところもですね、えーまあ、今反発を見せているというような状況で、まっ、あ、たですね、やはりここは意識をされるよねと、まあ、ここに2点ついてますからね。というところで、ここで、えー、このショートに関してですね、えー、決済をしておりますと、えー、そういった状況です。 で、えっ、ー、と、じゃあ、ここからですね、今後の話っていうところをしていこうかなと思うんですけども、イーサリアムですね、ここの1500ドル割れないと結構きついんですね。ただ、ここを割れる可能性っていうのは正直結構高め、65ーぐらいあるかなというふうに個人的には思っております。で、そのあたりをですね、ここからですね、えー、説明をしていきたいなと思っています。 でえー、月足ですね、まず見ていきましょう、2月ですね、2月11日ということで、まあ、3分の1以上は終わっているわけですけども。はい まあこういうふうに突き足見るとですね、1700ドルのこの赤いラインですね、ヒゲでまあ何度もですね、返されているところなんですけれども、まあここのラインっていうのが非常に強いラインだよということが、まあまた今月もですね、意識をされてしまったということで、まあ寄り付逆行き逆光引け巡航とは言いますけども、まあ寄り付きでこタッチをして、そしてヒゲで押し返されてっていうところで、ちょっと今後ですね、2月の後半にかけてですね、この下げっていうのが一段と こう、このね、陰性の幅っていうのが、下に広がるっていうのが、あまあ、怖いな、というふうには考えています。で、月足ベースで見ると、この下の加減のところっていうのがもう1000、この青くね、あのー、四角で囲ってますけど、この1300ドルぐらいまでしないんですよね。えー、ここっていうところがね。なんで、まあ、この辺のところまで、1300ドルぐらいのところまでは、ちょっとちゃんと、シナリオとしては見ておかないといけないなと、まあ、そういうような状況かなと思います。そして、 えー、週足ですね週足ぐらいで見ていきますと、まあ、やはりですねこの今週、まあ、まだ明日までありますけども、陰線っていうのがかなりですね強めに、えー、出ていますので、これが下ヒゲつけないで丸坊主で下げていくというようなことがあると、まあ、来週ですね。 えまた、おもちゃですね、下っていうのを掘ってくる可能性っていうのが高くなるので、まあ、できればですね、えー、今日、明日のうちに下髭っていうのを長めにつけてほしいなというようなところはあります。 で一つ、対局で見たときにですね、えー、まあ、今、週足これ見てますけども、まだまだですね、下落の範疇だということですね。まあ、これは昨日配信をさせてもらったビットコインのねチャートともお、まあ、似ているところがあるんですけども、これ、えーまあ、ダウ理論でいきますと、まだまだ下落トレンドの範疇です。です。で、えー、まあ、今回の、ね、上昇、1月の上昇を見てですね、えーまあ、これ、そこ打ったっていうふうに、まあ いうような、ね、人っていうのも多いと思うんですけども、僕はここがそこを打ったとはですねあの、まだ確定は全然できないなというふうに思ってます。で、一応ちょっとダウン理論の話をしていきますと、ここですね、加減をついて、まあ、ここをずっと加工トレンドですね、加工トレンドのところから加減をついて、そして1回ですね、戻りをして戻り高いですね。で、ダウン理論の場合っていうのは、基本的にはまた安高値をですね、 えー、ここは高値が来て、えー、下げて、ここ安値ですね。で安値が今、切り上がっている状況なんですよね、ここ。で、えー、その後ですね、この高値も、例えばですね、こういうふうに、高値も切り上がっていくような状況、ね、高値切り上げ、安値切り上げ、これで、えー、トレンド転換というふうに今判断をするということですね。これこにこ来たところで、やっと上昇トレンドということになります。 で今回まあ見ていくとですね、ここまでしか上げてないですよね。だから高値は切り下がっている状況になります。安値は切り上がっているんですが、高値は切り下げているというような状況なので、これはですね、トレンド転換とは言わないので、まだまだ下落トレンドが進行しているというようなまあ捉え方をするわけですね。そうすると、今後の展開としてあり得るのが、この前回の安値、最安値のところをさらに割ってくる可能性。 えー、だこ,こうですね。まだまだこういう可能性っていうのがある。高値も切り下げる。安値も切り下げるっていう可能性を、まあ、完全には排除できないかなというふうには思います。で、こういうシナリオっていうのも一応あるよっていうのを考えながらあの、ね、トレードっていうのをしていかないといけないので必ずですね、この赤いラインとかあるいは1300のところで止まるっていうようなね、まあ、そういう見方っていうのはあのしない方がいいなというふうには思います。 ま、とは言ってもですね、えー、じゃあ明日まで来るかといえば、まあ、今のところ可能性としてはすごい薄いとは思うんですね。でこの青いところ、まあ、1300ドルのところまで行くかどうかもお結構微妙かなとは思うんですけれども、まあ、ここの今のね、この1500ドルのお、まあ、抵抗のところをですね、どのぐらい一周できるかっていうところをですね、えー、見ていく必要っていうのがあるかなと思います。で、えー、その辺考えるにはさらにですね、えー、買い足っていうのを見ていく必要があるんですけども、うん、で、冷やしですね。 冷やし見ていくとですね、えーまあ、大体2倍幅ぐらい下げるとしたらです、ね、このレンジに対して2倍幅なので、えー、大体この辺のところに2倍幅になるんですけどこれがです、ねまあ、冷やしで見るとですね、えー、この辺のレンジあるいはこの辺の、ねえー、高値のところのちょうどポイントになるんで1300ドル付近ですよね結局これも1300ドル付近なんでやっぱりですね、えー、下落をするとしたらこの1300ドルのところまではーストーンと落ちてくる可能性っていうのは十分。 うんあるかなというふうに、冷やしで見るとですね見えてきてしまいます。そしてさらにですね4次関心ぐらいで見ていきますと、はい4時間足見ていくと、これですね、えー、今のこのサポートのところですけども、ここをついた後っていうのはですね、えーまあ、上昇の起点にもなっているわけですね。力強く1回目上昇ですね。えー、2回目のところっていうのも、 力強く上昇していいるととううようなところです、まあ、最初のところもそうですねこのとことろも結局上昇になっているというところですね。で、今回のじゃあ足は果たしてどうなんだろうというようなところにはなるわけなんですけども、ここまでのですね、ちょっと下落のその過程っていうのがうんあんまり良くないんですね。この急落が走った後の値動きっていうのが こう弱いなというふうに僕は、えー、感じてまして、でそれがあやっぱ下値ですね、えー、のところをお、まあ、反発っていうのはある程度見せるんですけども、反発幅っていうのが結構限定的ですよね。<laughs> で、こ、えー、このところですね、また下値を切り下げて、えー、上値っていうところになりますので、えー、どん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 ですね、えー、下値は切り下げ。 上値も切り下げというような状況で、えー、だらだらとこう下げていくっていう感じで、この1300ドル到達しましたというようなところになります。なので、こう、買いを入れていくっていうところで考えたとしてもですね、確かにこの1300ドルは節目なので、えー、買いは入るんですけども、すごい買いがこう揃いにくいですし、入れづらいような、そういった、まあ、チャートの,あの形成になっていますので、まあ、これっていうのは、ちょっと強い、ね、売りが来るとですね、結構一斉に あの売り込まれるような、そういったあ、まあまあ、形成プロセスかなというふうには思いますね。やっぱもうちょっとこの下着いた時に一気に反発する、そういった動きっていうのが今日明日ぐらいで起きないとですね、えー、この辺でぐちゃぐちゃ揉むようなことがあるとですね、えー、ちょっとこの下、えー、センサーレに向けた下落っていうのがさらに進行する可能性っていうのはあるかなと思います。まあ一方でここでですね、えー、例えば逆三像ですね、えー、こういった、まあ、形とか、 を作ってここが、あそこだよねっていうところが、しっかりと固められれば、ですねまた上昇していくようなそういった力っていうのも生まれてくるとは思うんですけども、まあ、ちょっとこの、ここだけはね、今見て話してるんで、もちろん先はなんとも言えないところはあるんですけど、ここだけを見ると、全然割れ下あるなというような、僕は今、見方をしています。 で最後にですね、エントリーチャンスの話をして終わりにしたいと思います。えーまあ、僕はですね、今一旦ショートはここで切ってますけれども、この下ですね、1300、1500ドルですね、のところを下に抜けるっていうところを考えると、一番今優位性あるのは1500ドル割れからのショートと。 これ一かなといいう,うに思います、えー、こ,こまでのこの下落の過程を見ても、ここの反発のロングを取りに行くっていうのは、かなり優位性は低いというふうには考えますこ。ここですね。ここの反発を取りに行くロングですね。うん、これはあ確率的にはちょっと微妙かなと思いますので、えー、それよりも、ここを抜けたところの下、ちょっとですね。 はい、逆差し値でここから入れていく方が優位性は高いかなというようなところですね。まあ今突き足からねずっと見ていきましたけれども、まあ、一気にですねここのやっぱここの3層を抜けてからですねちょっと締め変わってますので、えー、上目線というのはですね一回切り替えてい、えー、った方がいいかなというふうに思います。まあ、ここのね1500、えー、のチャートの作り方っていうのでですねまたこの戦略っていうのは、えー、柔軟にね切り替えていくっていうのがねあのいいかなと思います。 はい。ということでですね、今回イーサリアムですね、えー、見ていきました。ちょっとでもね、面白いなと思っていただけましたら、高評価ボタンとか、チャンネル登録ぜひお願いいたします。あとなんかね、今回の動画の内容とかについてご意見とかあれば、コメントいただけるとすごい嬉しいので、えー、ぜひお願いいたします。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。